バーナード・マラマットはアメリカ合衆国の小説家である。ソウル・ベローやフィリップ・ロスと共に20世紀アメリカの著名なユダヤ人作家である。その野球小説、ザ・ナチュラルはロバート・レッドフォード主演の1984年の映画ナチュラルとして映像化された。マラマットはロシア系ユダヤ人移民であるマックス・マラマットとバーサとの間に生まれた息子だった。 弟の友人が1917年に生まれた。マラマットが育った時期は世界教皇にあたり、1928年から1932年にはブルックリンのエラスムスホール高校に通った。青年時代に多くの映画を見て、そのあらすじを学校の友達に語るのを楽しんだ。特にチャールズ・チャップリンの喜劇を好んだ。 マラマットは一年環境しみ習いとして1日4.5ドルで働き、その後奨学金でカレッジに入学した。1936年にニューヨーク市立大学シティカレッジで文学士号を取得した。1942年トーマス・ハーディに関する論文を書いてコロンビア大学から修士号を得た。マラマットは未亡人になっていた母を支える唯一のものだったので、 第二次世界大戦の時に徴兵を免れた。まず、ワシントン DC のアメリカ合衆国国政調査局で働いた後にニューヨークの大半が夜間高校で成人のために英語を教えた。1949年からオレゴン州立大学で各学期の新入生からなる4単元を教えたが、この時の経験が1961年の小説、もう一つの生活に生かされた。 マラマットは、博士号を取っていなかったので、文学の講座を教えることができず、長年その地位は共感に止まっていた。当時のオレゴン州立大学は、公有地認可大学であり、人文科学や文学作品の創作をほとんど教えてはいなかった。この時代に、毎週3日間を著作に充て、次第に、アメリカの主要な著作家として、頭角を表していった。 1961年、オレゴン州立大学を離れ、バーモント州のベニントンカレッジで文章創作を教え始め、この仕事を引退するまで続けた。1967年、アメリカ芸術科学アカデミーの会員になった。1942年、マラマットはイタリア系アメリカ人でカトリック教と、1939年のコーネル大学卒業生。 アンでチアラと出会った。この二人は互いの両親からは反対されたが、1945年11月6日に結婚した。アンはマラマットの原稿をタイプし構成してくれた。夫妻にはポールとジャナの二人の子供が生まれた。ジャナ・マラマット・スミスは父の伝記である、私の父は本を書いた。マラマットは書く速度が遅く慎重であり、 多作ではなかった。小説8編、短編小説54編をものし、1997年の作品集でも400ページ足らずだった。1948年に最初の小説を書き上げたが、後にその原稿を燃やしてしまった。初めて印刷された小説が1952年のザ・ナチュラルであり、これが最もよく記憶され、象徴的な作品になった。物語は、 優れた才能で伝説的な地位を獲得している無名の中年野球選手、ロイ・ホップスの人生を辿っている。ザ・ナチュラルはマラマットの作品の多くを特徴づける著述法を思い起こさせることにも焦点を当てている。この小説はロバート・レッドフォード主演で1984年にナチュラルとして映画化された。2作目の小説、ジョッシュは ニューヨークを舞台にマラマット自身の子供時代を扱っており、ブルックリンでグロサリーストアを経営するユダヤ人移民、モリス・ボーバーの生涯という形になっている。ボーバーは財政的に苦しみながらも怪しい性格の漂白者の世話をする。1967年の小説、フィクサーは、帝政ロシアの反ユダヤ主義に関するものであり、 この年の全米図書賞とピューリッツァー賞フィクション部門の双方を受賞した。その他の小説としては、電気を使って、主人公の起伏に富んだ人生を改装する中年の力強い物語である、ドゥービン氏の冬、ニューヨークを舞台にし、ほぼ間違いなく、マラマット自身の著作と創作の苦闘を背景にして、人種問題と1970年代、アメリカ文学界での黒人、 アフリカ系アメリカ人文学の木工を扱っている田子がある。マラマットはその短編小説でも有名であり、ユダヤ人移民の夢のような都会の決闘で遠回しの空話が展開される。マラマットについて短編小説作家のフラナディー・オーコナーは、私は自分自身を含めて他の誰よりも優れた短編小説作家を発見したと記した。 マラマットは1943年にスレッシホールドで事前興行をアメリカンプリフェイスでその場所は今は違うを掲載した。1950年代初期ハーパースバザーパルティザンレビュー及びコメンタリーといった雑誌にその短編が掲載されるようになった。魔法の村のようにマラマットの最初の作品集の大半は貧しい都会の殺風景な囲いの中で希望と 目的の探求を助実している。表題作は、込んでユダヤ教の学生レオ・フィンクルと生き生きとした結婚仲介者パイにザルツマンのありえないような関係を扱っている。フィンクルは、その生涯の大半を本に花を突っ込んで過ごしているので、人生自体には教育が行き届いているとは言えない。しかし、恋愛法には大きな興味を持っている。 フィンクルはザルツマンの仕事に関わり、その魔法の村から出てくる多くの花嫁候補を見せられるが、その写真を見るごとにフィンクルは興味を失っていく。ザルツマンがフィンクルをリリー・ヒル・ジョーンとお見合いするよう説得した後、フィンクルは自分の人生が本当に空虚で神や人間を愛する情熱に欠けていることを理解する。 フィンクルがザルツマンの娘の写真を見つけて彼女が悩んでいると分かったとき彼女を救うための新しい任務に取りかかる。作品集の中のよく知られた短編としては最後のモヒカン族、天シレビーン、白地が先、よび痛む人たちなどがある。痛む人たちでは社会保障が必要な傲慢な老人ケスラーとケスラーにこれ以上部屋を貸したくない喧嘩早ようや、 フルーバーを扱っている。マラマットの小説は、神話的な要素に軽く触れて、開始と孤立の主題を探求している。その3文は、マラマットの境遇に似て、イディッシュ語と英語の言い回しの巧妙な寄せ集めであり、突然の序上で、オチがつく。20世紀後半で著作を続け、当時の社会問題、すなわち社会への足がかりがなさ、無信仰、虐待。 離婚などを意識していた。しかし、愛をあがないのものとして、犠牲を高揚させるものとして描いてもいた。その著作では、成功が敵対者の協業によることが多かった。例えば、痛む人たちでは、大家と田中が互いの悩みから学ぶ。魔法の村では、ナコードがその、落ち込んだ娘について悩むとき、 その娘とユダヤ教の学生が互いに愛と救いの必要性によって惹かれ合う。フィリップ・ロス、厳格な道徳の人マラマットは、過酷な過重を強いられた人の、あらゆる最後の欲求、衰えない人間の欲求の悲哀によって、過酷に募らされる負担となる両親によって追われていた。ソウル・ベローは、アンソニー・バージェスの言葉も引き合いに出して、次のように語った。さて、 アメリカの第一世代である我々がここにいて、我々の言語は英語であり、言語は誰も我々を立ち退かせることのできない精神の邸宅である。マラマートはその小説と短編で、ニューヨークの移民の貧しくて厳しいバカ話の中にある、主話好きな天才を発見した。彼は、神話の作り手であり、偶話作者、絶妙の偶話の作家だった。イギリスの小説家、 アンソニー・バージェスは、マラマットについて、アメリカのユダヤ人であること忘れることがなく、アメリカの都会の社会で、ユダヤ人であるという立場を取るときに最良であると、語った。際立って一貫性のある作家として、二流の小説を書くことはなかった。伝統的な経験座や、感傷的な言動には欠けており、常に説得力が豊富だったとも言っていた。苦労して、手に入れた口調と、 個人的な感情の真実が常にマラマットの言葉の中に聞くことができたことを私のために付け加えさせてほしい。彼は一級の独創性に富むものである。全米図書賞、ピューリッツァー賞フィクション部門をヘンリー・ショーペン、マラマットショーペン、マラマット賞は1998年から毎年マラマットを記念して贈られる賞であり、短編小説の分野で優れたものを表彰している。 これは、ペン、アメリカンセンターにマラマットが依存した1万ドルを一部、用いた基金によっている。この基金は、ペンの多くの会員や、その他の講演者の寄付、及び毎年の読書会の収益金のおかげで成長を続けている。過去の受賞者には、ジョン・アップ・ダイク、ソウル・ベロー、ユードラ・ラウェルティ、ジョイス・キャロル・オーツ、アリス・マンロー、シャーマン・アレクシー、 アーシュラ・ケールウィン・オびトビアス・ウルフ等がいる。全作品リストについては、EN ビブリオグラフィー・オブ・ベルナール・マラムッドを参照。ありがとうございます。